防衛大学と名古屋大学の各門から構成した電磁誘導に関する問題です。図を見てください。これは導体でできた回転軸と円盤、これが一体となったものが一定の角速度オメガで回転しています。でこの場所には磁場が持続密度 B という磁場が鉛直輪向きに与えています。ですのでここにある充電子ですね、導体の中にある充電子がロレンツ力を受けることによって誘導起電力が生じ電流が流れます。こういう仕組みなんですけれども、この回転盤の半径は A です。で一番問題の一番ですけれども、円盤とともに回転する充電子はローレンツ力を受ける、電子はどちら向きに移動しようとするかという問題です。これを円盤と見てください。これは磁場が向こうから上向きに、磁場の向きですね、こう上から見た図です。でこれは円盤がオメガで回転しています。ここに充電子があるとしますと、充電子はこういう方向で V イコール R オメガですね、ここの半径があるとすると R オメガという速さで動いています。ですから逆に言えば充電子はこういう向きだとすると電流はこちら向きですね。でフレミングの左手の法則を考えると FBI ですが、 B がこれですね、 B が上向きになりますから I がこうなります。ですからこういう向きですね。ですから中心方向に向きは受けるわけですね。ロレンツ力は中心方向に向けるということです。あるいはもう一つ考えられるのは、電子がこういう向きに動くとプラスの電荷は逆に、プラスにすると逆方向ですね。ですから V ベクトル B ですね、これを右ネジのように回してみると、その右ネジの進む方向がその電子が電荷が受ける力ですね、Q すなわち、ローレンツ力ですけれども、こういう方向ですから、やはり円盤の中心方向に向く方向に移動しようとする、円盤の中心方向に向くということになります。答えとしては電子は中心向きに移動するということになります。括弧2番の問題です。円盤の中心と縁にはドイツ政府どちらの電荷が現れるか、またそれによって生じる電波の向きはどうなるかという問題です。円盤のにある充電子はローレンツ力によって中心方向に移動しようとします。ですからここに縁の方はその充電子がいなくなった静電荷が現れます。でもちろん中心方向には負電荷が移動しようとしますから、中心には負電荷が現れます。ですからプラスからマイナスへの方向ですね。ですから電盤の向きは縁から中心方向への向きとなります。括弧3番の問題です。ローレンツ力による電子の移動は発生した電波から受ける静電力と釣り合うまで続く。その時の電波の強さ E を中心からの距離 R の関数として表せ、またそれをグラフに描けという問題です。横軸を R、 縦軸を電波の強さ E ですね、そのグラフを書きなさいという問題です。ローレンツ力は中心方向に向かいます。その時のローレンツ力の大きさは EVB ですね。 V はこの点における速さ、電子の充電子の速さですね、 V イコールで、ここの半径が R としますと V は R オメガですね。そういうになります。でここにはこちらがプラスで中心方向がマイナスになりますから、こういう向きに電波が生じています。こちらがプラスですから充電子はマイナスですから、静電気力は縁の方向に向かいますね。でそれが釣り合っていますから、静電気力は E の E です。でローレンツ力は何かというと EVB ですね、これが等しいと。で V というのはこの中心からこの距離ですね、 R オメガになります。ですから静電気力とローレンツ力が釣り合います。 E の V が R オメガの B ですね。で E と E が消えますから、 E の E イコールオメガ B の R ですね、オメガ B、 B オメガ、 B オメガ R になりますね。 R の関数 B とオメガは一定ですから、これは電波の強さは半径に比例するということが言えますね。ですからこれが比例定数一定ですから直線のグラフになりますね。
ですから電場の強さ E を中心からの距離 R の関数として表すと、答えは E は電場の強さ E は B オメガ R となります。で B オメガが一定ですから R、 つまりこれは直線になりますからこうなりますね。中心では0では速さが0ですから、ここでは電場は0になりますね。円盤の半径が A ですから、 A の時はここで A ですね、A ですから B オメガ A になります。 BA オメガになりますね。 A の時はこういう電波の強さになります。ですから答えはグラフにかけということですが、横軸が R ですね、縦軸が E、 電波の強さ E ですから、こういうグラフになります。これが答えです。括弧4番です。円盤の中心と縁の間の電差 V を求めなさいという問題です。一般に電因差は V イコール電波の強さとその間隔ですね、距離 ED という式にがあります。ですからここの場合は一様な電波ではありません。中心から縁に向くまで行くまでに刻々と変化しています。電波の大きさは変化していますが、ごく微小な部分ですね、デルタ R をという距離を考えてみます。でこのデルタ R の距離の電差は E かけその距離ですね、 E デルタ R になります。でこの微小なその電差がこれ0から A まで連続してあると考えると、この面積が全体の面積が電差になりますね。0から A という距離の電差はこの面積、三角形の面積になります。ですからこの面積を求めればいいわけですね。ですから求める電差は A かけ底辺かけそれから高さ B を A オメガですね、それの2分の1になります。ですから V は2分の BA 次乗オメガになります。ですから電差 V を求めようという答えはこれになりますね。括弧5番最後の問題です。 S を閉じたとき、スイッチですね、スイッチを閉じたとき回路に流れる電流 I はいくらか、また円盤を回転させている外力の仕事率 P はいくらかという問題です。でこちらに縁の方にプラスですから、中心がマイナスになりますから、こういう方向に電流が流れますね。ですからここで、V イコール IR というオームの法則から I イコール R 分の V になります。 R 分の1かけ V は電話の結果ですね。この起電力はこの2分の 1BA 乗オメガになります。電差がこれですね。ですから I は結局 2R 分の BA 乗オメガになります。これが電流 I の大きさになります。で次に外力の仕事率 P はいくらか、これを回している仕事率ですね、これはここで生じる重力熱あるいはその電力ですね、電力 IV に等しくなりますから、これが電流ですね、 2R 分の BA 次乗オメガです。で V はこれですね、2分の1の BA 次乗オメガになります。ですから 4R 分の B 次乗 A4 乗オメガの2乗になりますね、これが答えになります。 P は電力はもう一つ別格考えてみます。 I 次乗重力熱は I 次乗 R ですね。ですからこの I 次乗これを次乗します。 2R 分の BA 次乗オメガそれから R ですね。ですから 4R 次乗になって B 次乗 A4 乗ですね、でオメガ次乗です。で R ですから結局 R 乗と R で 4R ですね、 4R 分の B 次乗 A4 乗オメガ次乗になりますね。もう一つ別解を考えてみたいと思います。それは何かというと、そもそもその外力ですね、これは回転していますから、回転させているその外力の仕事率そのものを求めてみたいと思います。この円盤の中のここの導体部を考えます。この中に充電池があるわけですけれども、この導体部が回転するときに電磁力を受けますね。その電流の向きはこちらが縁がプラスですから、こういう方向に電流が流れます。
流れていきます。外側にこう導線がありますから、こういう方に流れて、こういう向きに電流が流れます。ですから電磁力はこの B が上向き、電磁力が上向きですから、フレミングの左手の法則から FBI ですね、 BFI です。 I がこちら向きです、 B が上向きです。ですからこういう方向ですね、こういう方向に電磁力が受けます。ですから電磁力 FIBL よりこの L は長さですね、この長さが半径が A ですから、こういう風になります。電流かけ時速密度かけ半径 A 長さですね。でここの I は全問でやりました。この電流の大きさはこういう大きさになりますね。ですからここに持ってきました。電磁力の大きさはこういう大きさになります。でこの電磁力はこういう方向ですけれども、外から加えて力を加えて回転させるためにはこちら向きに力が必要ですね。回転させるための力を中心から R の距離にこういう F という力、これが R ですね、ここは R です、ここの距離は R です。ですからこれにこうするようにこういう向きで回転させようとしないといけないと。ですから回転させるためにある程度の抵抗がいるわけですけれども、それが外力の仕事率になります。ですから仕事率というときは F の F かけ V ですね、それを求めればいいわけですけれども、 V の P は1度間あたりの仕事率ですから FV ですね。ですから F は V は R オメガですから、これを求めればいいと。この F の大きさをじゃあどうやって求めるかというと、これとこれですね、この子を中心としてこのモーメントを考えればいいですね。この時計回りのモーメントは F かけ2分の A です。これはなぜ2分の A にするかというと、つまりこの胴体棒の中心に働く力を F としましたから2分の A とします。ですからここでのモーメントのが等しいという、右回りと左回りのモーメントが等しいと置きます。ですからこちらが反時計回り、ここを R としますね。ですからこういう式が成り立ちますから、 F は 2R 分の FA となります。ですから F は 2R 分の A と、 F はこれですね、 2R 分のこれですね、 B 四乗 A 三乗オメガになります。ですからこれは 4RR の B 四乗 A 四乗になりますね、オメガになります。求める仕事率は P イコール FR オメガですね、 F の R オメガです。ですから 4RR 分の B 一乗 A 四乗オメガですね、これが F です。で R オメガをかけます。で R と R が消えます。ですから分母は 4R になって、オメガが 2乗になりますね、B 次乗 A 4乗のオメガの2乗になります。これはここで求めた全く同じ値になりますね。ですから外力の仕事率 P はこういうこれになります。ちなみにその仕事率を求めたんですけれども、その仕事率はここにスモール R、 この中心からの距離 R には関係していませんね、R にはやらないということも分かります。